天王寺です、今回ね天王寺の物産展からのお知らせになります。まあ、以前からリクエストの多かったフグの干物のネット販売をしたいと思います。まあ、でも、僕はね店で作って販売するのはねちょっとできません。もう店頭販売でねもういっぱいなんで、今回も丸井商店さんに、まあ、協力してもらって販売したいと思います。で、まあ、初回販売の分は僕も今からフグを作りに行って販売したいと思うんで、今から丸井商店さんの方に行ってさばきに行きます。じゃあ行ってくるよ。はい、ということで今丸井商店さんの、ね、加工場の方に来てます。じゃあ今日はねよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今からこちらに、まあ、フグが、ね、用意してあるんで、まあ、僕はね前に僕が買ったフグなんで、こちらを使って干物をね作っていきたいと思います。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。で今からねみんなでフグの干物をさばいていきます。よろしくお願いします。で皆さんってもっとここに火を入れて、でもこのままやるんだけど、皆さんはいつもやってるようにやってるのが全然いいんで、もっとここを入れてこうやってで、これを、これでねもう今ね、一回全部が剥けて、今洗いました。ざっとね、洗ったんで、今から開いていきます。これも3枚でおろして割っていくんで、このまんま、ここから全部入れて、ちょっと、こう割ると。はい、ということで今ね3枚に全部おろしたんで、これを今から開いていきます。でこれをこうやって開いて、こういう状態にして、あとはね味をつけておろしていくんで、こういう感じで開いていきます。どんどんね、あと1回前に入れてから、このまま動かさんでこういくと、そうするとこの綺麗に何かどうですか。こう入れて、ね、はい、これでね全部開けたんで、はい、まあ、あと味をつけていきます。でこうやってね炭どんどん並べてって、あとは乾燥機でね干していきます。その方がね仕上がりがいいのと、虫とかがねつきにくいんで、そうやってねやっていきます。塩も同様に干していきます。はい、じゃあこんな感じで、乾燥機で2時間ほど干して完成。はい、じゃあこんな感じに真空包装していきますね。で完成。はい、ということで今回発売する干物セットをご紹介していきます。干物セットがこちらになります。はい、まず一つ目がフグの塩味だね。フグの干物の塩味。次にね醤油味でね、僕の店でも売っている白ミル貝の醤油味、あとイカの一夜干し、ね、あとイワシの丸干し、これめちゃめちゃ脂あるよ。新商品の生炊きのホタルイカ、こちらの6点セットになります。じゃあこちらの6点セットで、お値段が税込み5400円になります。で今からねこちらのフグ、うちのお店とちょっと味付けを変えてあるんで、今から食べていきますね。でもう一つね、このねホタルイカの生炊きも今から食べます。はい、じゃあ今から食べていくよ。はい、じゃあ今から焼いていきます。よいしょと、あと塩もねめっちゃいい匂いがする。あと塩とね、これね重さで入ってるんで、枚数はねみんな違うからね、
焼いてる間にね、こっちのホタルイカの生炊き、これをね食べます。これいただきます。あ、柔らかくてね美味しい。すごいね、酒の魚に合うよこれ。ご飯にもね乗っけても美味しいかな。結構こうホタルイカとかさ、イカはさ内臓がね癖になるよね。この内臓入りがね癖になる。はい、一回ね裏返すよ。僕はねちょっとこうしっかりめに焼いてきます。結構好みでね、さっと焼く人としっかり焼く人といるんで、まあ、好みで焼いてくださいね。今回ねちょっとこうお砂糖を入れてあって、少しね甘めにしてあります。うちの店のはね醤油だけなんだけど、お子さんとかだとねちょっと辛いかもわからないんで、今回ちょっとね味付け書いてあります。もうこうやってこう水分が出てジュクジュクしてくればもう火は通ってるんで食べられるんですけど、僕もうちょっと焼く。よし、はい、こんな感じでも焼き上がったんで今から食べるよ、ね、こんな感じ。はい、熱っ熱っ。味付けね、めちゃめちゃうまくいってます。うまい。うまい。ちょっとね、手で、この手でね、どんな感じか言えるかな。こう、熱っ。こんな感じでね、いただきます。この醤油の、なんて言うんだろう。甘さ加減、甘すぎずに辛すぎず、ほんとちょうどいい塩梅になってね、美味しい。うまっ。あとこっちね、これね、塩の方、少しとこうか、塩の方ね、いただきます。これちょっと手でいこうか。いくよ、裂くよ。ね、熱っ。はい、いただきます。塩も薄味で、美味しい。うまい。この開き方だと3枚におろして開いてあるんで骨がなくてめっちゃ食べやすいよ。味付けね最高。はい、じゃあ手を合わせてごちそうさまでした。ということで、変王寺の物産展第2弾ね、干物セット食べてみたいよーっていう人はね、お早めに概要欄の方からチェックしてみてください。今回ももう数にね限りがあるんで、本当に食べてみたい人はね早めにチェックお願いします。それと前回変王寺厳選ボックスとしらすのね、あの1キロ入りお買い上げいただいた皆様、本当にありがとうございました。こちらもねよかったらね食べてみてください。またなんかねおすすめの商品あったらどんどん商品を増やしていくんで、またチェックしてくださいね。